司会美女の関係性、仕事は？10月6日、今年の NHK 紅白歌合戦で、橋本環奈、浜辺美波、有吉弘行、高瀬耕造アナの4人が司会進行を務めることが発表された。橋本は2年連続浜辺以下の3人は初起用。堂々とした司会ぶりが好評だった橋本の連投は予想通りでしたが、女子アナが入らなかったのは意外でした。浜辺は今年前期の NHK 朝ドラ、らんまんで主人公の妻を好演。橋本も来年下期の朝ドラ、おむすびの主演が決定した。定番の朝ドラ女優起用ではあるが、ジャニーズ抜きも噂される今年の紅白だけに、旬の2人の共演で話題作りを狙った節もあるようだ。橋本と浜辺はプライベートでも仲がいい。昨年夏には一緒に東京ディズニーランドに遊びに行き、それぞれのインスタグラムにツーショットの写真を投稿したこともありました。というのは、TV 美女研究家の八木翔王氏、2人は2019年に NTT ドコモの CM で共演して意気投合。橋本が学年で2つ上という程よい距離感がいいんでしょうね。インドア派の浜辺をコミュ力の高い橋本が連れ出すことが多いようで、今ではお互いのことをみちゃんかんちゃんと呼び合う親友同士です。10月9日に X を更新した橋本は、紅白司会は発表があるまで口止めされていたと明かした上で、浜辺と2人だけの食事の席で唯一共有できたと報告。一方の浜辺も、かんちゃんがみーちゃんとなんか踊りたいとか言ってくれたけど、本当にダンス苦手なので応援に徹しますと返している。地元福岡のローカルアイドル出身の橋本に対し、石川県生まれの浜辺は11年の東方シンデレラオーディションでニュージェネレーション賞を受賞して芸能界入りした正統派。出自は異なる2人だが、活躍は目を見張るばかりだ。今年の橋本は公開中の主演映画禁じられた遊び、他計5本の映画配信ドラマに出演しています。浜辺も3月公開の映画、新仮面ライダーに続いて、らんまん、11月には映画、ゴジラ、1.0、来年1月には、サイレントラブの公開が控えています。この続きは現在発売中の週刊大衆11月6日号にて。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。